どうも、エルです。それでは、ゼルダの伝説、トワイライトプリンセスやっていきたいと思います。さて、前回ね、ジョーカーマッチで、とりあえずイリアとかの居場所は分かったんだけど、こっちの方だね。泉の洗礼ができないから、ちょっと解決してこいということなんで、原因を探しに行きたいと思います。多分こっちから行けるんじゃないかな。さあ、どうなることやら。でもなんか、ブレワイしてる印象のせいかさ、あれなんだよね。うお、びっくりした。今、喋ってる途中だって。ミーファー思い出す。さすがにね、出てくることはないと思うけど、でも、なんだっけ、あの子たち、ゾーラ族は名前がドレミファソラシドの印象あるから、出てきそうな気はしてるんだけど、右側からだね、よし。いやー、ウルフリンクやっぱかっこいいねー。ただ攻撃手段がね、そこまで多くはないから、ここが考えもんだね。あー、でもそっか、奥義に関してはウルフリンク全然反映されないのか。お、なんかある。アリア湖の新名所、トビー&ラッカのワクワク水上遊園地。水上遊園か。アトラクション、トリトリップ、トリトリップ、左手を直進。トリトリップね。ちょっと見てみようか。どうせ、あ、いけないんだ。トリトリップ気になるねー。トリトリップでしょ。飛び降りるんかなあ。ハイリア大橋。おー。普通に渡れそうな感じだけど。あー、なるほどね。水が枯れてんだ。それは参拝どころじゃないね。おい、さっきからなんか変な匂いしないか？いましたね。そういうことしちゃう？油か。油か。うわー、作詞やねー。くそ、やばいじゃないか。おい、早く逃げるぞ。どうやって？逃げる？逃げるって。どういうこと？あ、燃えるの！落ちてよかったんだね。そうですか。じゃあ降りますわ。よかったんだ、落ちてよかったんだ。じゃあ、はいはーい。チュー。はい、リアコ。
うう、危ないところだったな。下が水溜まりで助かったよ。これがハイリア湖か。けどこの水の少なさ、精霊の泉をこのどっかにあるって話だし、とにかく当たりの衛星を見てみるか。うわ、下ダンジョンあるね。あ、ゾーラ族いるわ。水の減りが予想以上に早い。このままではこのハイリア湖が干上がるのも時間の問題だ。大問題だよね。上流から全く水が流れてこない。水源地にあたる我々のゾーラの里で何かが起こったに違いない。でも上流の里までどうやって戻る。今のままでは歩いていくこともできないんだ。はあ、あ、ゾーラ族これあれか、かぶりもんしてるから顔見れないのか。君なんかすげえ顔したのいるな。やってらんねえ。はいはいはい、遊園ね。とうとう湖の底まで来ちまったよ。あ、君か。湖の水もうこんだけしかねえのか。上流に住んでるゾーラどもがなんかしやがったか。それともあそこに祀られてる精霊とやらのたたりか。あんな高い場所になっちまったら文句も言いに行けねえや。ん？客か？化け物じゃねえかよ。いや、動いてるけど。めっちゃ動いてるけど。化け物か。とりあえずまあ上の方に行くっていう話だね。どっちから行くのがありか。とりあえず始末しとくか。え？そんなことできんの？マジか。いて。いやー無理だなー。あ、これしんどいね。いや、まさか乗るとは思わなかった。おら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 。いやー届かない。届かんな。よっしゃー、えい。これでオッケー。え？ほら、おとなしくしろ。よしよし。これから私が新しいご主人様だ。あ、マジで？こいつで湖の水源をたどってみるぞ。はあ。え、何者なの？ああ、そういう展開ですね。はいはい、下で。上昇。
これ下と上逆はきついね。上だ、上。うわー、落ちたー、ちょっと。おいおい、しっかりしろよな。はい、お願いします。マジか、ぶつかったらもう終わり。はあ、ちょっと待って、最初からか。ああ、これは、あ、いやー、やばいよ。翼当たって落ちるはすげえな。いいね、いい感じのシビアさだね。で、次は、落石があるのか。よし、抜けた。これでいいんじゃない？いけるんじゃない？早く脱出させろマジで。ゾーラ川上流、まあ、地獄みたいやったなマジで。あ、あとあれだ。師匠の音がする。お、もう着いたのか？思ったより使えるやつだったな。さてと、ズバラ族のシュラップなのか探してみよう。なんか肌寒くなってきたし、早くしてくるよな。そうだね。高いところにあるからね。あく、ゾーラね、ゾーラ族の奴らは何やってんだよ。川の水が全部なくなるで一体どういうこと？これじゃあ仕事にならないじゃない。頭すげえな。ダム。あー、人肌が恋しい。うん、いや、入れるわけでもないし。あそこ行きたいわけだよね。ん？これ降りるの？ああ、そういうことか。これ。いや、持ち上げるとかではないか。水門っぽいもんね。これ、くるって回んのかな。とりあえずそうだね、上流に向かう感じだろうね。さあ、ゾーラの里、もう凍りついてんな。おい、どうなってんだよこれ。妙に冷えると思ったら、まさか凍っちまってたなんて。ここはゾーラ族の集落なんだろう。一人も姿が見えないけど、とにかく様子を見てみよう。ゾーラ族のやつらを探そうぜ。珍しいね、動揺してるのね。さあ、上に行きましょい。うん、音が気持ちいい。おーおーおー、で、録音するの忘れるけどね。
これ読もうか。はい、さよなら。いや、いきなりテンポずらすと思わないじゃん。当たってたんだろうね。あーでも滑り落ちたって感じっぽいな。あーこっちもそれなりに道はあるっちゃあるか。あーウルフリック回復手段ないからね、結構食らってるときつくなってくるよね。ということは、ということよね。はい、オッケー。まあ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 。ここにもポータルが開いたな。ようやくワープが使えるぜ。光の世界の空気は恋しきりゃいいな。連れてってやるよ。いや、もういっかなぁ。おい、下だよ。ちょっと下見ろよ。え、あー、めっちゃなんか凍ってる。これ、ゾーラ族じゃないのか？おいおい、マジかよ。一体何があったんだ？なあ、どうする。このままにしとくのはまずいよな。とにかく溶かせばいいだろうけど、ここで考えてても仕方ないぜ。一旦離れて考えよう。ちょうどポータルもできたことだし、氷を溶かす方法を見つけてから戻ってくればいいんだ。あー、そういうことね。んじゃあちょっとね、時間もいい感じなんで今回ここまでにしましょうか。いやーいや、あの空飛ぶミニゲームなのかわかんないけど、あれ地獄だったな。まあまあまあ、まあそんな感じで。で次回は、ゾーラ救出だね、もうやっていきたいと思います。それでは、ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。